親の立場です。3人兄弟の末っ子にダウン症があります。最近ではないかもしれませんが、講演やセミナー、研究会などで兄弟児と表現されていることに抵抗があります。また末っ子が赤ちゃんの頃に兄弟向けのワークショップに子どもたちと参加したことがあるのですが、主催者が何度も兄弟はこういう性格になるよねと発言されていることにとても違和感を感じました。今回は兄弟の立場からというテーマでしたので参加させていただきました。高校生の長女も同じ意見ではあるのですが、実際兄弟の立場の方からはどうなのでしょうか。ご意見をお聞きできたら嬉しく思いますといただいております。私がその今からこう発言させていただく根底には、まあ、子どもたちが生きる、もしくは人が生きる中で一番大事なのは人のつながりだと思ってるんですね。そういう理解の上で今からちょっとこの答えをお話ししたい、私の思いをお話ししたいなと思うんですけど、私はまあそれぞれ兄弟児だとか兄弟っていうことに関して、まあ、ラベリングっていう表現もあったりしますけれど、そういうことに対しては確かに抵抗は受けます。で、抵抗を受けるのは、まあ、それはなぜならば私の理解としては、まあ、そういう各種ラベリングっていろいろあると思うんですけど、まあ、兄弟児だったり兄弟だったり、まあ、私だったら小児科医だったり、あるいは湯浅翔太だったり、いろいろなラベリングがありますね。で、ラベリングは基本的に私の認識としては湯浅っていうものがあって、その周りを、まあ、例えば兄弟っていう、まあ、旗があって、旗は私の外に立ってるんですね。まあ、いろいろなラベルが私の外に立っていて、で、私はラベル越しには私は見えないわけですよ。周りの人から私を見るときに、私の周りには湯浅翔太だったり、小児科医だったり、まあ、兄弟っていう、まあ、そういう旗がバーッと立ってます。まあ、バーッと立ってるので、まあ、その、周りの人から見ると、まあ、その旗しか見えないわけです。でも、私をもっと知ろうと思ったら、その旗をどけて、まあ、覗いていかないと私には到着できないんですね。まあ、そういう理解でいます。ですから、私実はこの捉え方っていうのは私の中でとても大事だと思ってるんですけど、それぞれの兄弟児だとか兄弟だとか、あるいは障害児だとか、まあ、障害者だとか、まあ、そういったラベリングはあるけれど、別にそれはその人自身が持ってるわけでもなくて、その人自身に刺さってるわけでもなくて、それは周りに、まあ、取り囲ま、その旗は周りにただあるだけで、実際にはその人を知ろうと思うと、その旗をどけてその人につながっていかないと、その人自身は分からないっていう理解でいるんですね。で、私はそういうふうに理解しているので、例えば私を兄弟児だとか兄弟だとかって言われた時に、まあ、私は別に何とも思いません。私の外にそのラベルがあると思っているからですね。実際に私を知ろうとしてくれたときには、私に直接つながってこな、来ていただかないと私はわかりませんよっていう立場でいるので、私は、例えば兄弟っていう立場の子であったり、障害のある、子供と接するときも、確かにそのラベルっていうのは周りに旗が立ってるだろうなと理解してます。周りに旗立ってんだけど、この目の前にいる兄弟っていう、兄弟の立場の人、子供は、周りに兄弟っていう旗はあるけど、まあ今はちょっと旗が邪魔して見えない、その子は見えないなと思ってます。実際にその子を知るためには旗をどけて、その子と話していかないと、その子は自身は分かんないよなと理解してるので、なので、ある意味割り切ってますね。兄弟児だったり兄弟っていう表現っていうのは、周りの旗であって、ラベルであって、まあその人自身を表現してるわけじゃないので、まあそれは周りの社会にとっては分かりやすい、ただのラベルだと思ってます。で、これはとても重要なことなのは、やっぱり教育につながっていくんですけれど、私たちの教育で最も育てなければいけないのは、いかに人とつながることが大切だっていう、まあそういった教育がやっぱり子どもたちへの教育では最も大事だと思ってるんですね。で、今の教育っていうのは、例えばまあ国語だったり算数だったり、理科社会だったり、まあいろいろそういった科目での評価っていうのは確かにあるかと思います。IQ だったり偏差値だったり、まあいろいろな学力だったりを評価するっていう教育はあるかと思うんですけれども、それよりも何よりも大事なのは、人といかにつながるかっていうことだと思ってるんですね。人とつながることをちゃんと教育できたから、教育されたからこそ、その子が大人になった時に人とつながれるようになって、
で、そういったちゃんと人とつながることを教育された子供っていうのは大人になった時に、障害だったり教育だったり、そのラベルは別にまあ周りにあるただの旗だと思って、実際にその人を知ろうとするにはその人につながらないとわからないよねっていう、まあそのこと自体をきちんともう理解できる大人に育っていくと思うんですよ。ですから、こういったラベルを貼らないといけないっていうのは、ある意味、まあ、社会がそこまで教育できていないからこそだと思うんですね。電車の中で、例えば高齢者だとか、妊婦さんに席を譲ってくださいなんていう、ああいうラベリングをしないといけない社会っていうのは、やっぱりそれだけの社会だと思ってるんですよ。実は、ちゃんと子供の頃に人とつながるっていうことを、ちゃんと教育できている社会であれば、まあ、あんな高齢者の方は優先席はここですよなんてラベリングは必要ないと思うんですよね。ですから、ラベルっていうのはあくまで社会に、まあ、ちゃんと社会とちゃんと人とつながれない社会だからこそないといけないラベルだと思ってます。本当にそうですね。じゃあ、その今、先生おっしゃった、もう今割り切ってますと。兄弟児として割り切ってますという上で、このラベリングに関しては、アクセプションズの、ね、黒木さんからも質問が来てまして、もう、しょうがない、あるべきとして、その兄弟というラベリング、未来には、他の人が兄弟に対して、どんな捉え方をされるといいな、というふうにお考えでしょうか、という質問が来ております。そうですね。そこにつながるのが先ほどのお話で、まあそのラベリング、まあラベルっていうのはまあその人の周りにただ立ってるだけで、で、そのラベルによってその人が見えなくなっていますよってことですね。ラベルはあたかもその人を見えやすくするかのように思えてしまいますけど、小児科医だったり、兄弟児だったり、まあ障害児だったり、まあそういったラベルがあることによって、実は旗が立っていて、その人自身は見えにくくなっていますよっていうことを、やっぱり教育していくべきだと思ってるんですね。ですから、やっぱり人とつながる、その人を理解するためには、その旗をどけて実際につながらないと、話をしてみないと分かりませんよっていうことの教育を今日本は行っていかないといけないと思ってますね。本当に、だからこそインクルーシブな社会であってほしいし、いろんな子どもが同じ場所で教育を受けて、小さい頃から一緒に行くことで、少しずつ広がってくるといいなって今、私も思いました。実はそこはですね、実はすごく大切なところで、実は世の中のまあ兄弟という立場もそうですけど、親御さんもそうですけど、障害っていうことを口にしたくない方だとか、そういった方々が多くいることは理解してます。で、その障害に対する捉え方っていうのはまあ様々である。まあそれに対してまあ発言することに対してちょっとまあいろいろ学会の方からも、いや、それをその使い方違うだとかですね、まあこういった方が正しいだとか、まあいろいろな考え方があるのは理解してるんですけれど、やっぱりそういった障害に対して多いのは、それを本人が持ってるものだとか、本人と、本人に刺さってる、本人が持ってるものとして捉えてしまう方々が、ものすごい専門職でも多いんですよね。本当にその人が持ってるわけじゃなくて、別にその障害っていうのはラベリングで、外に立ってるだけだから、その人の本質を表してるわけじゃないよっていうことを、改めて大人になった時に教育しないといけない社会が今あるんですよ。で、それは私すごく違和感を覚えていて、何なんだこの教育はってすごく思うんですよね。すいません。辛口でした。もう本当におっしゃる通りで、本当に障害はね、その人にあるわけではないので、社会にね、その壁があるからこそ生まれてしまうものであるので、その考えが、ね、広く浸透していってほしいなって思います。今日の参加者の皆さん、おそらくもう深く深く共感されてらっしゃるかと思います。知的障害で自閉症の兄がいます。兄弟としてのお話、とても楽しみにしていますとコメントもいただいております。ありがとうございます。そして、薬を使わなくても親から子供への接し方や愛の注ぎ方で子供たちの心が豊かになるということ、先生が見てきた興味深いエピソードがあれば教えてくださいといただいています。はい、
や、これはですね、ありがとうございます。すごい、まあ、いろいろたくさんあるんですけれど、私の目の前に、先ほど足が動かないお子さんがやってきたとお話ししました。まあ、それは兄弟という立場の子もいれば、実は足が動かない子ってですね、別に兄弟という立場のことじゃなくても、すごいたくさんいるんですよ、実は。で、そういう体の表現として、まあ、問題を、表して、私の目の前にやってくるという方は案外いらっしゃるんですけれど、そういう子供たちにじゃあ、お薬を使わないといけないかというとそういうわけじゃなくて、本当に、例えばマラソン大会というものがあります。まあ今、マラソン大会ってまあ秋口だとかにまあ用意されていることもありますけれど、まあこの地域だと、私が住んでいる地域だと秋口にあったりするんですが、マラソン大会の1週間前になるとですね、実は毎年、数名の方が足が動かなくなります。足が動かなくなって私の目の前にやってくるんですけれど、その時はやはり、まあいろいろ検査しますけど、検査で異常が見つからないという、ことをお話しした上で、その子供が負担に思ってる。まあそのことを少しちょっと軽減していただく。まあそのご相談をします。例えばマラソン大会だったら、マラソン大会はね、休んでもいいんだよっていうことをお話しします。で、ある程度、子供たちがその、目の前に向き合ってるその一つの出来事が、その子が、まあ軽い、乗り越えられるような軽い壁だったらいいんですけど、そうではなくて乗り越えられないような、もう遥か高い壁だった場合には、一旦その壁をなくしましょうっていうことを、お話ししますね。で、本当に足が動かなくなる子供、一週間後にマラソン大会が、用意されてるっていうことって案外あるんですけど、そういったケースは、マラソン大会はね、その、今年休んだって、全然支障ないから、休みましょうっていうことを提案します。そうすると、提案をした翌日から足が動くようになります。ですから、そういった方々はですね、本当珍しくないんですね。あとは、例えば不登校があります。今世の中では不登校すごい増えています。世の中で不登校増えてますけれど、不登校の方の抱える背景というのはやはり様々ですね。兄弟という立場の子供ももちろん不登校になっている方もいらっしゃいます。あとは、そうじゃなくていろいろな様々な社会的な家庭的な事情があって、心が健康に保てなくて不登校になっている方もいらっしゃいます。で、中には、家庭の中で挨拶っていう習慣がなくて、最初なかなか、突然学校に行けませんでしたと言って来られた方がいらっしゃいます。で、いろいろよくよく聞いてみると、家庭の中では、なかなか親御さんとお子さんとの間での会話が、まあ、少なかったり、挨拶がないっていうことが分かりました。で、世の中で親御さんと子供でつながりってものすごく大事ですという先ほどの兄弟のお話をしたんですけれども、子供と親がつながりってものすごく大事なんですが、そのとってもとっても便利な方法が、まあ、日本の社会、まあ、社会というか、まあ、どの文化でもありまして、それは挨拶ですね。で、挨拶っていう言葉を交わすっていうことは、短いフレーズなんですけれども、別に短いフレーズだからこそ、その人の言っている、伝えた相手の時間を制限するわけでもないですし、奪うわけでもないですから、だけれど、挨拶をすることで、短いフレーズで短時間で繋がれる。まあ、その効果がすごいすごい絶大なので、親御さんと子供の挨拶を交わすっていう習慣はそれだけものすごいパワーがあるっていうことなんですが、そのお子さんはその挨拶の習慣が全くありませんでした。なので、一旦挨拶、まあ基本的なことですけども、挨拶をしましょう。毎日しましょう。朝起きたらおはよう。一緒にご飯食べるときはいただきます。どこかに行くときは行っていきます。まあそういった簡単な挨拶をしましょうっていう工夫をしていただいて、その後、まあ大体半年ぐらい経つとですね、その子は半年ですけど、半年ぐらい経ったら、少しずつ学校に、外に行くようになりました。で、実はこれはですね、すごく珍しいことじゃなくて、今、不登校を抱えている、不登校の問題を抱えている方の中で、親となかなかうまくつながれない環境があるっていう子は珍しくないんですね。しかもそこには挨拶という習慣がなかったり、一緒に食事を食べる習慣がなかったり、そういったつながる習慣がないっていう方が、とってもとっても多いです。ですから、そういった簡単な、つながるっていうことを通して、まあ、子供たちとつながることで、子供たちの、行動っていうのは、いい方に運びます。いい方にっていうのは、人とつながるようになります。
親御さんと子供でつながる機会をどんどん増やすからこそ、あ、じゃあちょっと人とつながってみようかなっていう心が生まれるんですね。で、それは薬よりも何よりも大事なことなので、子供の問題を解決するのにやはりつながるっていうことは、どれだけ重要かっていうのは身に染みて、経験しています。なるほどですね。それはもちろん家庭内ではそうですけれども、なかなかそのね、挨拶だったり一緒に食事をする習慣がないような家庭にいくら求めてもっていうところもあるかもしれないので、我々大人が、まあ、周りにいる子どもたち、地域の子どもたちとか知り合いの子どもたちとか、子どもの、ね、自分の子どもの子どもたちとかにも挨拶から声をかけていく、積極的に関わっていく、人とつながるっていうことの、まあ、大事さというか愛情っていうか、そういうのを伝えていけるのは大事なことなのかなというふうに思いました。そうなんですよね。その人とのつながりがものすごく大事だということは、やはり今の教育で最も伝えないといけないところだと思うんですよ。それはその、まあ、今後の日本の社会を考えると、まあ、少子高齢化の社会が待っていて、で、少子高齢化の社会では何が起きるかというと、やはり、少ない限られた人員が多くの高齢者を支えるっていう社会がありますけれど、そこで支える側の人間というのはやはり一人の力じゃどうしても無駄、支える、社会を支えることは難しいので、これからの少子高齢化の社会の中でうまく社会を形作っていくためには、保つ維持するためには、やっぱりその支える側の人たちがうまくつながるっていうことが欠かせないと理解してるんですね。で、それは今の子供たちに、ですから、そのつながりが求められていると思ってます。で、しかも今の子供たちって、これは少しちょっとかわいそうなことに、コロナの流行っていうことを経験しました。で、コロナの流行があるからこそ、やっぱり今の子供たちって人とつながることっていう機会が奪い取られてしまってるんですよ。子供の時期から、実は今の子供たちって子供の時期から人とつながるっていう機会を奪われていて、これから彼らが大人になった時に迎える社会っていうのは、本当に人とつながることがなかなか難しい、逆に人とつながらないと社会をなかなか支えていけないですよっていう社会を経験していくんです。ということを考えると、今子供の時期を過ごしている方っていうのは、これから一生を通して人とのつながりを考えなければいけない大きな世代だと思うんですね。ですから、今の子供への教育に関してやっぱり強調していかないといけないのは、人とつながることの大切さだと思うんですよ。で、今の通信簿なんか見ると、大きくデーンと国語だとか算数だとかの評価がバーンと大きくありますけど、やっぱりそのトップに来るのは人とのつながりができているかだとか、そういったことを評価することだとか、そういったところから多分他の教科の評価が始まるべきなんだろうなと思うんですよね。今、倫理的な評価っていうのは本当に片隅につーって書いてあるだけで、やっぱり教育としてそこを評価してないっていうことは、やっぱり目で見えてわかるわけですよね。だから、もう本当に教育を変えていかなければ、子どもたちの、今の子どもたちがどんな社会を生きていて、今の子どもたちがどんな人生を生きなければならないのかっていうことを、やっぱり今の大人が認識しないといけないだろうなって本当思いますね。